大和田通信所2008年撮影。東京防衛施設局看板大和田通信所2008年、撮影。アメリカ軍施設であることを示す看板が掲示。大和田通信所とは、埼玉県新座市、西堀、東京都清瀬市にまたがる、在日アメリカ空軍基地施設の名称。施設番号はファク、FAC3056。 大日本帝国海軍大和田通信隊所属大和田無線通信所が無線通信の受信防御施設として使用。戦後、気象通信所を経て米軍基地として接収。当時の中央施設は2007年現在、日本の国有地で防衛省所管防衛施設長をた関東防衛局が管理し、在日米軍と共同利用。 当施設と送信施設の所沢通信基地は無線送受信施設として一体をなす。当時の分室は現在気象庁気象衛星センターが使用。大和田通信所2008年撮影。手前に見えるのはログスパイラルアンテナ。奥に見える建物は中央施設。1936年に開設された。 2016年時点の敷地面積は1197,700.81平方メートル。本体と中央施設内部に大型無線受信機23台、小型無線受信機200台設置。他に施設運用にあたる隊員用宿舎なども併設。敷地内部には高さ6メートルの黒い木製支中90本を等間隔に立て、 水平方向にワイヤーアンテナ線を張り、支えの視線などもあった。支中には、ハワイ、シンガポール、マニラ、グアム、台湾など、受信地域名記載の木製札がかけられていた。自軍無線のみならず米英の無線も、防受解読していた。その他、特定地域の周波数変更内容や、日本本土を空襲した B29 爆撃機の援護に、当たる。 F6 回戦闘機の使用周波数などが1945年当時の防樹月報の記載に残されている。台米、朝鮮活動は軍令部第四部大和田通信隊 A 班の担当であったが平文であっても英語を理解できるものが少なかったため帰国前移民2世が選抜され従事していた。映画、ローレライでは大和田通信所のシーンが撮影された。 大和田通信所2008年撮影時もかなりの面積が雑木林として残っている。日本本土において通信状態が非常に安定している。武蔵野大地の中心地であり、周辺に電波障害要因の鉄道、幹線道路、民家など障害物がなく、開設当時は農家が点在する森林地帯であった。東京航空交通管制部や防衛省、 情報本部大い通信所など周辺部に重要無線施設が多い。ありがとうございます。